第15位シャープ真相をお話しします。結城真一郎、341ポイントを獲得。ミステリー界の超新星が仕掛ける5つの罠、日常に潜む小さな歪みをあなたは見抜くことができるか。子供が4人しかいない島で、僕らは YouTuber になることにした。でもある事件を境に島の人たちがよそよそしくなっていって、シャープ拡散希望、日本の今とミステリーが禁断の融合、緻密で大胆な構成と容赦ないどんでん返しの波状攻撃に瞠目せよ。日本推理作家協会賞受賞作を含むしびれる5編。第15位はシャープ真相をお話ししますです。第14位、私という男の生涯、石原慎太郎、399ポイントを獲得。自分と妻の死後の出版のために書かれた自伝、弟裕次郎や家族への愛と感謝、文学政治への情熱と開墾、通り過ぎていった女たちへの死母と鑑賞、太陽のような輝きでこの国を照らし続けた男が死して初めて明かす我が人生の証明、死の瞬間にも意識だけははっきりしていたいものだ。できればそのとこの中で有無言わされぬたった一度の体験として迎える自分の死なるものを意識を強め、目を凝らして見つめてみたいものだ。それが叶ったならば、多分この俺はつい昨日生まれたばかりのような気がするのに、もう死ぬのかと思うに違いない。本文より。第14位は私という男の生涯です。第13位、この部屋から東京タワーは永遠に見えない、麻布競馬場、409ポイントを獲得。東京に来なかった方が幸せだった。ツイッターで凄まじい反響を呼んだ虚無と定年のショートストーリー集、3年4組のみんな高校卒業おめでとう。最後に先生から話をします。大型チェーン店と閉塞感の他に何もない国道沿いのこの街を捨てて東京に出て、早稲田大学の教育学部からメーカーに入って、壁紙の工場勤務で鬱になって、かつて唾を吐きかけたこの街に逃げるように戻ってきた先生のあまりに惨めな人生の話をします。3年4組のみんなへ、より。30までお互い独身だったら結婚しよ。三田の桜水産でのなんてことのない飲み会で彼が言ったその言葉は、勢いで入れたタトゥーみたいに、恥ずかしいことに今でも私の心にへばりついています。今日は彼と彼の奥さんと2人の3歳の娘の新居である流山大鷹の森に向かっています。30まで独身だったら結婚しよ、より。私カッパ見たことあるんですよ。それも2回。本当ですよ。桃を持って橋を渡ると出るんです。地元で1回、あと麻布十番で。本当ですよ。川もから顔をニュッと目のところまで突き出して、その目で東京にしがみつくために嘘をつき、人を騙す私を何も言わず、でも責めるようにじっと見るんですよ。30まで独身だったら結婚しよ、より。14万いいねに達したツイートの解題、3年4組のみんなへおはじめ、書き下ろしを含む20のツイッター文学お収録。第13位はこの部屋から東京タワーは永遠に見えないです。第12位、君のクイズ小川さとし、416ポイントを獲得。面白すぎる。驚くべき謎を解くミステリーとしても最高だし、こんなに興奮する小説に出会ったのも久しぶり。頼まれてもいないのに推薦コメントを書かせてとお願いしてしまいました。小川さとしさん、ほんとすごいな。伊坂幸太郎氏、一度本を開いたらもう終わりだ。面白すぎてそのまま読み切ってしまった。熱くてワクワクして予想もつかない感動が襲ってくる。ミステリーでもバトルものでも人生ドラマでもある。でもそれだけじゃない。ジャンルは多分面白い小説だ。佐久間信行氏、ゲームの王国、嘘と晴天、地図と剣、一作ごとに現代小説の到達点を更新し続ける著者の才気がほとばしる唯一無二のクイズ小説が誕生しました。雑誌掲載時から共同通信や図書新聞の文芸辞表等に取り上げられ、また SNS でも盛り上がりを見せる話題沸騰の一冊です。ストーリー、生放送のテレビ番組 Q1 グランプリ決勝戦に出場したクイズプレイヤーの三島レオは、対戦相手本庄絆がまだ1文字も問題が読まれぬうちに回答し正解し、優勝を果たすという不可解な事態をいぶかしむ。一体彼はなぜ正答できたのか、真相を解明しようと彼について調べ、決勝戦を1問ずつ振り返る三島はやがて自らの記憶も掘り起こしていくことになり、読めばクイズプレイヤーの思考と世界が丸ごと体験できる。人生のある瞬間が鮮やかによみがえる。そして読後、あなたの知るは更新される。不可能犯罪、お得一気読み、必死の卓抜したミステリーにして、エモーショナルなのに知的興奮に満ちた超エンターテインメント。第12位は君のクイズです。第11位、転生したらスライムだった件20巻伏せ3つバー、418ポイントを獲得。各地で激戦が繰り広げられる中、ミリム陣営と虫型魔獣の戦いに氷の美女が現れて、大人気転生ファンタジー待望の最新刊。
第11位は転生したらスライムだった件20巻です。第10位駅の名は夜明け機動春秋に高田薫421ポイントを獲得。我が子を失った夫婦、いじめに遭い転校を決意した少女、離れ離れになった家族の再生を願う少年、妻の介護に疲れ死に場所を求めて旅に出る老夫婦、絶縁した父の余命を聞き故郷に戻る青年、鉄道を舞台にした感動の家族ドラマの最新作、時代小説の名手が送る苦難の時代に家族の絆に寄り添う9つの物語。第10位は駅の名は夜明け機動春秋にです。第9位変な家雨穴431ポイントを獲得。 YouTube でなんと1000万回以上再生、あの不動産ミステリー変な家にはさらなる続きがあった。謎の空間、二重扉、窓のない子供部屋、間取りの謎をたどった先に見た事実とは、知人が購入を検討している都内の中古一軒家、開放的で明るい内装のごくありふれた物件に思えたが、間取り図に謎の空間が存在していた。知り合いの設計士にその間取り図を見せると、この家はそこかしこに奇妙な違和感が存在するという。間取りの謎をたどった先に見たものとは、不可解な間取りの真相は、突如消えた元住人は一体何者、本書で全ての謎が解き明かされる。第9位は変な家です。第8位シーソーモンスター伊坂幸太郎447ポイントを獲得。バブルに沸く秋は後期、一見平凡な家庭の北山家では、元情報員の妻宮子が姑説と熾烈な争いを繰り広げていた。シーソーモンスターアナログに回帰した近未来、配達人の水戸は一通の手紙をきっかけにある事件に巻き込まれ、因縁の相手檜山に追われる。スピンモンスター時空を超えてつながる2つの物語、運命は変えることができるのか。第8位はシーソーモンスターです。第7位3000円の使い方原田ひか473ポイントを獲得。柿谷美優さん絶賛、この本は死ぬまで本棚の片隅に置いておき、自分を見失うたびに再び手に取る、そういった価値のある本です。就職して理想の一人暮らしを始めた美穂、貯金30万、結婚前は証券会社勤務だった姉、真帆、貯金600万、習い事に熱心で向上心の高い母、智子、貯金100万弱、そして1000万円を貯めた祖母、琴子。ご中家の女性たちは人生の節目とピンチを乗り越えるため、お金をどう貯めてどう使うのか、知識が深まり絶対元戻れちゃう節約家族小説。第7位は3000円の使い方です。第6位しおりと嘘の季節米沢ほのぶ487ポイントを獲得。ベストセラー本と鍵の季節図書院シリーズ待望の続編、直木賞受賞第1作猛毒のしおりをめぐる幾重もの嘘。高校で図書委員を務める堀川二郎と松倉志門、ある放課後図書室の返却本の中に押し花のしおりが挟まっているのに気づく。小さく可愛らしいその花は猛毒のトリカブトだった。持ち主を探す中で2人は校舎裏でトリカブトが栽培されているのを発見する。そしてついに男性教師が中毒で救急搬送されてしまった。誰が教師を殺そうとしたのか、次は誰が狙われるのか、そのしおりは自分のものだと嘘をついて近づいてきた同学年の女子瀬野とともに2人は真相を追う。直木賞受賞第1作は著者の原点ともいえる青春ミステリー長編。第6位はしおりと嘘の季節です。第5位母性港かなえ563ポイントを獲得。女子高生が自宅の庭で倒れているのが発見された。母親は言葉を詰まらせる、愛用限り大切に育ててきた娘がこんなことになるなんて世間は騒ぐ、これは事故か自殺か。遡ること11年前の台風の日、彼女たちを包んだ幸福は突如奪い去られていた。母の手記と娘の回想が入り混じり浮かび上がる真相、これは事故かそれとも。圧倒的に新しい母と娘をめぐる物語。第5位は母性です。第4位無人島の2人山本文夫609ポイントを獲得。お別れの言葉は言っても言っても言い足りない、急逝した作家の闘病記、これを書くことをお別れの挨拶とさせてください。思いがけない大波にさらわれ、夫と二人だけで無人島に流されてしまったかのように、ある日突然にがんと診断され、コロナ禍の自宅で二人きりで過ごす闘病生活が始まった。58歳で余命宣告を受け、それでも書くことを手放さなかった作家が最後まで綴っていた日記。第4位は無人島の二人です。
第3位、傲慢と善良、辻村瑞希、615ポイントを獲得。婚約者、坂庭真美が姿を消した。その居場所を探すため、西澤翔は彼女の過去と向き合うことになる。恋愛だけでなく生きていく上でのあらゆる悩みに応えてくれる物語と読者から圧倒的な支持を得た作品がついに文庫化。解説、浅井亮。第3位は、傲慢と善良、です。第2位、小説、すずめの戸締まり、新海誠、616ポイントを獲得。九州の静かな港町でおばと暮らす17歳の少女、岩戸すずめ。ある日の登校中、美しい青年とすれ違ったすずめは、扉を探してるんだ、という彼を追って、山中の廃墟へとたどり着く。しかしそこにあったのは、崩壊から取り残されたように、ぽつんと佇む古ぼけた白い扉だけ。何かに引き寄せられるように、すずめはその扉に手を伸ばすが、やがて日本各地で次々に開き始める扉。その向こう側からは災いが訪れてしまうため、開いた扉は閉めなければいけないのだという。星と夕日と朝の空と、迷い込んだその場所には全ての時間が溶け合ったような空があった。不思議な扉に導かれ、すずめの戸締まりの旅が始まる。新海誠監督が自ら執筆した原作小説。第2位は、小説すずめの戸締まりです。第1位、老害の人、内館牧子、645ポイントを獲得。迷惑なの、と言われても、昔話に説教、趣味の講釈、病気自慢に損自慢、そうかと思えば、無気力、そしてクレーマ。スゴロクやカルタの制作販売会社、弱薬堂の前社長、富山福太郎は、娘婿に社長を譲ってからも現役に固執して出勤し、誰彼構わず捕まえては同じ手柄話を繰り返す。彼の仲間も老害の人ばかり。素人俳句に下手な絵を添えた句集を配る吉田夫妻に、死にたい死にたいと言い続ける春子など、老害五重奏クインテットは絶好調。もうやめてよ、福太郎の娘秋代はある日たまりかねて腹の内をぶちまけた。終わった人すぐ死ぬんだから今度生まれたらに続く著者、高齢者小説第4弾。定年、就活、人生の後始末、自分のこと、親のこと、いずれは誰もが直面する老後、最近の若い人はというぼやきが、今やこれだから老害はとなってしまった時代。内館説でさらなる深部に切り込む。第1位は、老害の人、です。